下野ひろと梶裕貴のラジオミスティ。モンバミスティ下野ひろです。モンバミスティ梶裕貴。さあということでございまして、はい、まあいつものように始まったわけなんですけれどもね。いつものようにかな今のおかしかったですけどまあまあですね、はい、もう9月の中旬になろうかと、なろうかっていうかもうなってるのか、なってるにもかかわらず、ちょい過ぎてるかもしれないけど、はい、なってるにもかかわらずね、いまだにゆうたんハッピーバースデーのメールが来てからね。半月遅れのハッピーバースデーですね。もう今紹介したいと思います。でも嬉しいもんですよ。はい、いきますよ、ミスティーネームアキエ。アキエ、はい、ありがとうございます。ひろたん、ゆうたん、こんばんミスティ。早速ですが、ゆうたんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ゆうたん好きです、愛してます。ゆうたんを思う気持ちはひろたんには負けません。おっと、いつでも素敵なゆうたんに心打たれています。いつもみんなに幸せをくれるゆうたんは素晴らしい才能の持ち主だと思います。そしていつまでもひろたんと一緒にミスティを盛り上げていってください。それではいつまでも末永くひろたんとお幸せに素敵な24歳ライフを送ってください。ゲタ褒めじゃないですか。はい、その他にもですね、ミスティネームルークさんですね、はい、スカイウォーカーひろたん、ゆうたん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。ゆうたん、9月3日誕生日おめでとうございます。はい、十分体調にはお気をつけてお仕事頑張ってください。これからも最高にかっこかわいいゆうたんを遠くから応援しております。そしてゆうたん、これからもずっと大好きです。ありがとうございます。その他たくさんの方からいただいております。おお、ありがとうございます。すごいね、未だに来るってすごいね。ひろたん、ライバル登場じゃないですか。ライバル登場、負けませんって言ってましたよ、ね、まあまあ言うてもね、まあ言うてもね、言うても、ね、言うてもだから、言うてもだから言うてもなんだよだ本当皆さんもありがとうございます。いい24歳を送れるように頑張りますんで、ね、これからもよろしくお願いします。まあ頑張ってくれよ、はい、これからのミスティはゆうたにかかっているな。ダメだよ、2人でみんなでやっていくやつでしょ。うん、ほら俺はもうゆうたにおんぶに抱っこだから。老兵はたださそう、老兵はもうお茶すすってればいい。そんなことないよ、ダメだよ。もうどんどんひろたに振ってくからね。ダメかい。だから今回のタイトル、ひろたが今思いつきで言ってください。おお、君すごいこと言うな本当に。それではそろそろ始めていきましょう。ラジオミスティ第38回。ゆうたん、俺はもうダメ。まだまだ元気ー。